70年代にタイムスリップ。何トラですか？トラックとは思えないんですよ。何これ？三種の神器やで。かっこいい。明日の神器。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com は1970年代にタイムスリップ。70年代。この車なんだ、さは知らないんです。知らない。お前がまだ親父の中にいる頃だ。そんな時代ないです。違います。これはサニー。サニー、サニー1200。サニーは聞いたことあります。はい、こういう車なんですね。あの、いや違う、こういう車です。サニーの中にも違う違う、サニークーペがあって、はい、サニーフォードアがあって、こういう稀なサニートラック版。サニートラックがサニートラですか？サニートラ、サニートラ、そう。あー、なんか名前だけ聞いたことあります。というわけで今日はサニートラなんですけど、いい車が欲しいなら車選び .com、 中古車なら車選び .com。車選び .com でいい車を探そう。これ日産の中でもサニーの中で最高峰にいたのがサニー GX5。 かっこいい名前。もうみんなこうレースに使ってるのが GX5 ですね。スポーツ用の、はい、1970年代はそのサニーのレースが300台ぐらいいた。あ、すごいですね。で、土屋さんも乗ってらっしゃって。乗ってました。うわ、そうですね。まあその乗ってらっしゃった車の相棒トラック。これなんかやってそうだね。いろいろやってます。それはおいおいで、ね、ね、てかさ、車選びでもこれないでしょ、探しても。そうなんですよね。ちょっとね、僕もね、これね、社名を言われた時に車選び .com はどこへ行こうとしてるのかよくわからなくなってきたんですけど。探してもないと思う。ないない、ないんだ。ない。この動画はね、どこに行こうとしてるんでしょう。まあこれないです。あの車選び .com で検索しても0台です。ね。ありません。ないよこれ。相場は多分もう合ってないようなものですよね、うん、てかさ、うん、これなんかところどころカーボン使ってる。すごいなかなかレーシーなね。ボルトじゃないんだ。トラックとは思えないんです。かわいいですよ。これなんかやってそうだね。いろいろやってますね。ボンピンもついてね。なんかやってそうだねこれ。ちょっとこれで走ってるってことですか、うん、パッそういうこと。走りやすい。だから当時はほらキャブだよ。何これ。走りやすいよキャブ。走り屋がね、いっぱいいたんですよ。サニー乗ってる、サニートラが。中身がそのレースで使ってたサニーと一緒だから部品も共通でね、いろいろ利用できるし、はい、そう。車高調入れてるよ。そこ、あ、本当だ。はい、車高調入れてキャブ、うん、ガンガン走れるように。そう。え、これモンスターは何ですか？モンスターは何のモンスターですか？これはね、オイルキャッチタンクじゃないかな。そう、あ、そういうことか。漏れないように。そう、多分ね、こういうオイル吹くから、うん、全部自分でやってるんですね。結構もうちょっとね、ちょっと基礎的な話をすると、うん、この車はサニートラックとしては2代目ですね。あ、そう。で、2代目でデビューが1971年、うん、なんと2008年まで作ってたんですよ、うん、これ、うん、こんな古いね、もう三丁目の夕日みたいな感じだけど、あの作ってたのは2008年まで日産作ってました。日本で売ってたのは1994年ですまで、うん、売ってて、で、あとは海外で売ってたんですけど、この車は1994年式なんで、その答えは、うん、もう本当最終、日本向けとしては最終ですね。あ、そう。はい、で、ですね、そう、サニーのトラック、ね、モノコックボディのトラックですね。あ、懐かしい。いや、この時代って意外とほらコロナのトラックとかマーク2のトラックとか、うん、そういうね、乗用車ベースのトラックって日本にいっぱいあったの。そうなんだ。エンジン音聞かせてよ。あ、エンジン音聞きますね。あ、エンジン音聞かせてよ。キャブ動きたこ見たいです。キャブね、キャブ動き初めて見ます。ガソリンの匂いがするキャブ。楽しみ。あ、ちょっと待って、いいな、めちゃくちゃいいよ。カチャカチャ言ってる。あ、ほらすごいキャブ。なにこれ。あ、ほんとだ。いい音だよ。匂いしますね。めちゃいい音だよ。うわ、なんかいいな、頑張ってるな。いい音だ。いい音ですね。まあ12エンジン、まあ傑作と言われる。そう、12エンジン OHV の、まあ、4気筒 1170cc ですね。めっちゃいい音だよ12エンジン。え、手で昔はこうやってやった。知らない。キャブ調整昔はこうやってやった。やってみてもいいですか？いいよ。こう手で押すだけですか？そう。初めてこれ。
サワー大喜び。すごい。いいでしょ、サワちゃんね、ほらね、ウォッシャータンク、ウォッシャータンクだよ。これウォッシャータンク。ウォッシャータンクとかね、ここ、袋ですからね。本当だよ。今はプラスチックの箱だけど。見て、カンガルー書いてますよ、だって。カンガルーの袋。うん。うん。面白い。いやー、いい音だ。いい音だ。めちゃいい音だ。この車、あれですね、だから、ん、昔でいう三種の神器がついてます。ソルタコデュアルですね。うんうんうん。ソレックスのキャブレーター、うん、タコ足、それからデュアル、デュアルマフラーがね。うん、この車、よく見つけたね。すごいですね。なんかオーナーさんに聞いたら、これ知り合い、親戚かな、親戚からもらった車だそうです。お宝で、それをサーキットで走ってみたら楽しかったんで、そのまま乗ってますと。いいな。サーキット走ってんの？サーキット仕様なんですね。これ。これで、はい。ていうかさ、車選びは一体どこに向かってるの？車選び .com で検索しても出てこないんだよ。もうね、すごいことになってます。かゆいところに手届くようにね。まあ、これ届かないだろうな。確かに届かないものが実用性がすごいです。これもうサワちゃんね、寝られるかもしれない。全然寝れるよ、余裕ですよ。これね、ロングボディですね、この車はね。あ、そう、これロングボディ。ロングボディ、はい。で、車重がですね、一応カタログ上は730キロになってるんですが、なんかオーナーさんはですね、つくばで車検で測ったら718キロだ。軽くなってる。軽くなって、そう、今の軽だよ。そうですね、今の軽が700キロぐらい、そう、710キロ、710キロ、とんでもなく軽くて、軽い上にこれ後ろが特に軽いんですから、うん、もうそれはね、楽しいでしょうね。これでサーキット走るんだ。そうですね。こういうので走るの初めてですか？2人目です。本当ですか？こんなお前トラックで普通さ、サーキット走んないでしょ。わかんない。でもほらあれですよ、乗ってたっておっしゃってたから、ね、中島悟さんだってドラテク覚えたのはサニトラだって言います。あ、そう。ガソリンスタンドでアルバイトしてた時に、うんうん、昔は、ね、ガソリンスタンドでサニトラいっぱい使ってたんですよ。あったあった。でドラム缶ね、遠いとこ配達行くのに、うん、ドラム缶を後ろに乗せて、それで峠道を走って、ドラム缶を固定しなくてもこう動かないように、うん、上手にドライブにするのを覚えたと。俺が知ってる中島悟はサバンナで練習してた山サバンナ峠を。それで、ね、ちょっとね、仕事中じゃないとき、仕事中はこれで夜、そうそうそう、夜中、そうそう、まあね、そんな話もあって、そうそうそう、うん、だから山走ってた元祖は俺じゃないよ、中島悟なんだよ。俺じゃない。めちゃくちゃ意外、うん、サトルさんってこう F1 ドライバーだから、やっぱそういうことは、そういうことは隠してんの。あ、なるほどね。俺は大っぴらに皆さんに教えてるだけで、俺は隠さないだけ。隠してたこと知っちゃいましたね、じゃあ今日、うん、でこれ走らせるの今日だって格好、土屋さん、これもう走る格好してるじゃないですか。はい、歩き満々だ。まあそうだけどね。あ、楽しい。いや、だって俺がサニーでレースやってたの1970年、80年だよ、うん、その時はもうこれ新車で現役バリバリですよ、はあ、40年も、うん、タイムスリップです。あ、中紹介してない、中ちょっと紹介しましょうよ。ツーシートですよね、ツーシーター、ツーシーター、バケット入ってる、バケット、そう、これだって入るんだ。乗り込んじゃえば普通のサニーと変わらないんですよ。かわいい、ボスついてる。変わんない、変わんないですね。そう、ボスついてました。変わんない。よいしょ、うん、熱い。ちょっと、はい、大丈夫大丈夫。あ、熱いわな。死ぬかと思った。うわ、じゃあラジオ、え、カセットじゃないんですかこれ。カセットはこの時代はない、ラジオ。チューニング、すごい。これクーラーはついてる。クーラーついてる、メーターなんかめっちゃ見やすいよ、ね、シンプルで。これ斜めってる。これはね、後付け、大盛りのメーター、タコメーターですね。だいたいトラックにタコメーターないから、うん、そうなんですね。そう、これは後付け、後付け。もでもめっちゃシンプルじゃん。ブランドがね、ちゃん大盛りっていうブランドを選ぶのがオーナーさん、渋い、うんうん、そうそうそう。うわ、かわいい。ゴルフボールね、うん、持ちやすそう。あ、そう、これでサーキット走ってんだ。うわうわ、土屋さんもしてきてください。これはちょっと久々に40年ぶりにサニーに乗ってみたいと思います。車選び .com アンバサダー土屋健一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。
愛車のお値段すぐ分かる車選び .com。 ドキドキする。お願いします。サニトラ、マジかよ。乗り心地めちゃくちゃ良くないですか。トラックだからな。すごい。うわー、サニトラ、サニトラ40年ぶり。本当ですか。再会。いいね。すごい。夕日が丘。夕日が丘？何がですか。映画のよう。映画、うん、あー、ちょっとすごい。楽しいよ。すごい。乗ってたら軽トラって思わないですね、うん、すごい。700キロしかねえんだぞ。確かに新品マシンより軽いですね。そう。私が踏ん張れない。
楽しい。めっちゃ楽しい。いや降りたくない。わあ楽しい楽しい。車軽いわ。710キロ。めっちゃ軽い。ですね、もうコーナー曲がるために軽さとか変わりましたね。いや、もう昔に戻った感じですか。懐かしい。40年ぶり40年そうですか、まあ、いやこれはいいよ。だから昔の車でもね、昔っていうか、まあでもそうですね、これ25年前の車なんで、うんうん、それでもやっぱり楽しさはもう今の車に引けを取らさない。だって700キロしかないんだよ。そうで、軽さは正義ですからね、うん、いや軽いわそうですね、掴むここがなくて、うん、私中でずっと浮いてましたよ。そうそうそう、掴むところない。もう聖国庫みたいにこんなのしちゃってる。そうです、なるほどね。まあね、こういう古い車もね、やっぱ中古車であればね、もう運命だと思ったら見つけてきて、それでこういうね、いじって走る喜びもちゃんとあると。いいですね。他にないならここに来い。車選び .com。さあ土屋さん、40年ぶりのサニーサーキットどうでした？いや、やっぱサニーはさ軽い、うん、もうさ、それで700キロしかないから、ええだよそうね、もうスーパーフォーミュラの車重だよ700キロって。あ、本当ですね。こんな軽い車ってさ、なかなか乗れない。そうですよね、うん、だって俺のスーパーマメでさえさ、950、60キロだよ。確かに700キロだよこれ。そうですね、いいですよね。それでね、エンジンもね、プンプン回る。そうそうそう、 でやっぱさ、やっぱこうキャブ車はね、音が、うん、音いいですね。楽しむ、うん、速さじゃなくて音を楽しむ、うん、で、沢ちゃんも隣楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったです。こうスポーツカーと全然違いますね、うん、こう乗った感じも違うし、うん、音も違うし、うん、こっちもこっちですっごく楽しい。いや、これは楽しい。速くはないけど楽しい。そう、あの体とかやっぱがっつり助手席だから固定されないじゃないですか、うんうん、もうそれすらも楽しい。振り回されるのが楽しいよな。はい、楽しかったです、うん、皆さんも見つけたら、ない車選び .com で世の中にない。車選びで探してもない。だからもうこういうのは乗ってる人がきっと手放さないでしょうからね、うん、そう思うよ、ね、そうですね、うん、絶対そう思う、はい、ね、ということで皆さんもね、よかったらいいね押してください。登録もお願いします。バイバイ。